れまでずっと夜空の下でミーティングしてきてるわけだけど、夜空の下以外でもできるとしたら萌さんはどこがいい？まあいろいろ案はあるけど、私の家かな。移動とか一切しなくていいし。いや、タイだ。でも萌さんの家にスタッフみんなで押しかけることになるよ。それは嫌。やろうよ、ピクシスのトヨタの家でミーティング、やろうよ。やだ。ピクシスの夜空の下でミーティング。皆さんこんばんは、ピクシスの豊田萌です。皆さんこんばんは、ピクシスの伊藤美久です。この番組は私たちピクシスが月曜から木曜までの4日間会議をお届けしています。私が合わせたよ。私が今ちゃんと合わせた。私は優しいからちゃんと昨日言ったルールを守ったよ。ルールあったじゃん。そう、なんかルール、いや言われてみたらあったけど、ルールとは知らなかったわ。見てみたらやってたよ、確かに。やってたじゃん。やってたじゃんとルールにしたじゃんは全然違うからね。合わせてたじゃん、今まで。合わせてね、なんか合わせました、はい、ありがとう、はいはい、火曜日はこちらのコーナーをお届け。レスキューミック。皆さんの身の回りで起きている揉め事や炎上しそうになっている物事について募集し、ミクさんに解決案を提示して引き消しを行ってもらいます。ピクミンネーム小次郎さんから。ミクもしこまま、こんばんは。仕事場のエアコンの温度設定で毎回ちょっとした争いが起こります。この季節ですと温度を上げるとエアコン直下の座席の人は暑いと言い、温度を下げるとエアコンから離れた人は寒いと言います。そしてお互いにクレームに対して、暑いなら薄手の服を着ろ、寒いなら上着を羽織れと服装調節の言い争いをして決着がつきません。どうすればこの争いを落ち着かせられるのでしょうか。いや、この争いはもう小学生がやる争いですよ。これはもう会社でも、だって寒かったら普通にね、上着持っていけばいいじゃないですか。まあそれも嫌なのか。なんで自分が我慢しなきゃいけないんだっていうこと。でもそれはしょうがないよ。団体行動っていうのはね、そういうものなんです。みんながみんな違うんですよ。体感温度だって違うわけです。ちょうどいい人も中にはいると思うよ。だからそんなに気にすることじゃない。じゃあどうしたらいいの。そうだね、私だったらつけない。暖房はつけない。冷房も、冷房もつけない。壊れちゃってるんでっていう、壊しちゃう。私は壊しちゃう。壊して、もうしょうがない。だってみんな、ね、これはしょうがないからって。原因を壊すんだ。そうそう、争う原因壊して、もうこれみんなで頑張って、もうこれを乗り越えようねっていう団結力を生み出します。なるほど。じゃあミクさん、火消しお願いします。エアコンを壊せ。あ、レスキュー完了。段取り、段取り。しまんない、しまんない。レスキュー完了。慣れないわ、全然。やっぱ全然慣れない、この段取り。一回もスムーズに成功したことない。忘れちゃった。やり方。じゃあ次、ピクミンネーム三冠王周平さんから。僕は友人3人で鬼越トマホークの喧嘩の仲裁コントをやっていたのですが、はい、止めに入った友人にあまりに確信をついた悪口を言ってしまい、本当の喧嘩になってしまいました。鬼越トマホークごっこでガチ喧嘩。本当は持っていないけどフォローとフォローしたのですが、それ以来口を聞いてくれません。レスキューミック、どうかこの喧嘩を仲裁してください。これはもうしょうがないよ。だってさ、そういうね、思っ、いや、ちゃんと考えた方がいいよ、言うときは。でも、やりたくなっちゃうけど、その、ちょうどいいのをやっぱりさ、プロは見つけているわけですよ、そんな。そう、だって、鬼越トマホークさんも、やっぱテレビだと、ちょっと自重して優しめのやってるもん。そうそうそう、ラジオひどいよ。出たラジオ大好き女が出ました。言えないぐらいのセリフをラジオでバンバン言うから、ちゃんと TPO をわきまえてる。そうそう、だからちゃんとね、うん、その人が傷つくかどうかみたいなところの最低限のところは守った方がいいわけですよ。だからもう、そうね、喧嘩はやめよう。じゃあ火消しいける。火を消してみようか、うん、じゃあ。ではミクさん、火消しをお願いします。もうそんな喧嘩コントみたいなのは一生やるな。レスキュー完了。
下手やな。レスキュー完了がずっと下手やな。え、なんで？なんでこんなに言い慣れないの？閉まった感がないからかな。難しいな、レスキュー完了が一番難しいかもしれない。まあ、もう一回いける？もう一つ行ってみよう。はい、ピクミンネーム新田さんから。今回レスキューしてほしいのは、うちの会社の社長と専務の仲の悪さについてです。面倒くさそう。社長も専務もいい年したおじいちゃんなんですけど、二人とも全く丸くなる気配がなく、しょっちゅう衝突するので社員としてはとても困っています。先日も専務に頼まれた仕事をしていると、社長に、そんなことよりもこっちを先にやってくれと言われたので、しがない社畜の自分は専務より社長の方を優先していたんですが、それに対して専務が激おこぷんぷん丸になって、社長と口喧嘩を始めて大変なことになりました。しがない社畜の自分としては、社長の肩を持った方がいい気もするんですけど、正直どっちにもつきたくないなって思ってます。なので、ミック、レスキューお願いします。まあ、どっちにもつきたくないって言ってる時点でも、心は決まっているってことですよね。やめる？そう、やめた方がいいよ。会社を辞めよ。そういうことだよね。やっぱり会ってないんだと思う。その会社にずっといて、そうそうそう、うん。そのまま我慢していても、うん、こう大変なだけ、どんどん心が傷んでいくだけだから、そういうのはもう先に、もう取っ払おう、そういうのは。よし。そうしよう。じゃあ、ミクさん火消し、お願いします。会社なんて、辞めたれ。レスキュー完了！あ、完了！なんで全部閉まらんかな。なんで何かしら忘れるかな。むずい。あ、むずい。このコーナーがむずい。今までこれは頑張ってやれてたのに。レスキュー完了って言うことばっかり考えた手忘れた。忘れちゃった。閉まらんな。はい、というわけでこんな感じで解決してほしい揉め事や炎上を仕掛けてる案件に関するメールを募集します。以上、レスキューミックでした。ではここで一曲おかけしましょう。ピクシスで未来スナイパー。ピクシスの夜空の下でミーティング。お送りしてきました、ピクシスの夜空の下でミーティング。そろそろエンディングのお時間です。番組ではリスナーの皆さんから私たち宛てのメッセージ、そして各コーナー宛てのお便りをお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で pixis_rf@joqr.net pixis_rf@joqr.net pixis の綴りは pyxis です。はい、ということで第338回目の放送いかがでしたでしょうか。結果、鬼越トマホークが面白いって話になったね。面白い、面白いな。 T シャツも破かないよね。そうだね。T シャツも破かないの。そろそろもらうやつ、あれよく考えられてるよね。 M1 でも出る。なんで出る側になりたくなっちゃってんの。お笑いやりたくなっちゃってんの。もう占い始めたと思ったら今度はお笑いがやりたくなってる。じゃあいいよ、 R1 出るから。出て。それは出てよ。お願いだから止めて。それは出てよ、お願いだから。楽しみにしてるから。はい、終わりです。はい、私のトヨタ萌とピクシスの伊藤美久でした。また明日この屋上で会おうね。バイバーイ。